それでは表題の論文について自然言語処理研究室の金津氏が、紹介いたします。まずアブストラクトです。本研究では前置詞と決定詞を訂正するニューラルシステムにおいて、訓練データとテストデータの間 そのエラーの割合とそのエラーの種類のミスマッチの影響を調査しました。で、エラータイプの組み合わせで、エラータイプが複数あった場合にそれを組み合わせて学習することは可能であるんですけど、その、一番いい結果を得るためには前置詞と決定詞で訓練データに意図的に入れるべきエラーの量が異なるといったような、結論を得ました。イントロダクションです。現在の、文法的誤り訂正タスクでは、ニューラル翻訳モデル、特にセクトゥセクの翻訳が優位を保っています。しかしニューラルネットワークを用いたモデルでは次のような課題があります。まず大量の訓練データを必要とするんですけど、アノテーションでされたデータが少ないで、異なるテストセットにわたって一般化されていない。でトレーニングデータのエラー分布に左右されやすい。以上のような課題があります。この課題を改善するためにコーパスに訓練データに意図的にエラーを入れて学習をさせるということがある学習させるという手法があるんですけど、今回の研究ではその、トレーニングデータに入れるエラーの量が訂正に及ぼす影響について調査をいたしました。またそれと同時に、こちらの方の、エラーインフレクションというものの検証を行いました。こちらは、リコールを改善するために必要以上に多くのエラーをトレーニングデータに追加すると、モデルが一般化するのに役立つといったようなものになります。こちらの検証とその上の調査について行いました。で、用いたデータについてです。まず、ニュースクロールコーパスというものを用いました。こちらは、訓練と開発にこちらの分数を、用いています。また、そのコーパスに、誤ったデータを入れるということで、その誤ったデータ、そのノイズの生成には、下の、ランケートの訂正データや、ウィキペディアの訂正データから、こちらの手法に基づいて、そのノイズを生成して、上のニュースクロールコーパスに、注入します。でその注入する場合ですけど、エラーが 20%、40%、60%、80% を含むトレーニングデータを作成します。また、前置詞のみのエラーを含むもの、決定詞のみのエラーを含むもの、前置詞および決定詞の両方のエラーを含むものといった、計、12種類の、トレーニングデータを作成します。続いて、テストデータについてです。テストデータも、エラーを 20%、40%、60%、80% 含むテストデータを作成します。またこのテストデータにはランゲートコーパスを使用したものと、NUCLE コーパスという、コノル2014のシェアドタスクにも用いられたこのコーパスにおいて、テストデータを作成しました。で、そのテストデータとトレーニングデータを用いて、実験を行うんですけど、その際に用いた手法は、GEC のタスクで、ステートオブジアートな、手法であるこちらの、手法を用いて、その評価の手法は、グリューの値を用いて、評価しました。で、その結果についてが、こちらからのものになります。まず、前置詞のエラーを含めたものについての、結果です。右の表を見ると分かる通り、テストデータに 20% 誤差を含んでいるものが一番高いスコアを持っていることが分かります。これは文章が訂正される必要がないことをモデルが認識することができているためにこのような結果になっていると推察されます。また最初の方で述べましたこのエラーインフレクションというものがこちらの結果では機能しているそうです。続いて、決定詞の場合についての結果になります。こちらにおいて前置詞と同じような結果は得られたんですけど、こちらの場合ではエラーインフレクションは機能していないとのことです。また決定詞を修正、こちらの決定していないということで決定詞を修正するシステムと前置詞を修正するシステムというのは異なる性質を持つということを示していることが分かります。
3番目に、その電池のものと、決定子の、両方を複合させて、生成したそのエラーのものについての結果になります。この、複合させたそのエラーのタイプでは、それぞれの場合の、エラーよりも、それぞれの、単一でエラーを入れた場合のものよりもスコアが低くなるということが分かります。特に、NUCLE の、コーパスのテストデータのスコアが、単一の時のものよりも、大きく低くなっているということが分かります。これはそのドメイン間で一般化できてないということを示しています。またこちらの場合でもエラーインフレクションは機能していないとのことです。ここでそのエラーインフレクションというものに疑念が湧きます。もしこれがその前置詞の場合でしか機能していなかったので、そのエラーの種類に依存するというようなものであれば、少なくとも複合、どちらも入れた場合のモデルにも、この概念が存在すべきであるといったように述べられていました。でも、実際に複合モデルの場合を見てみると、NUCLE のテストセットにおいて、NUCLE のコーパスに 40% エラーを入れたものにおいて、トレーニングデータの 20% と 40% 含まれているものを見ると、20% のものの方が少ない、エラーが少ないものの方が、エラーを多く入れて 40% のものよりも優れているということが分かり、そのエラーインフレクションの概念と逆の結果になっていることが分かります。結論です。2つの特定のエラータイプに取り込むことで意図的にその生成したエラーを含める数やエラーの種類を選択する問題を明らかにすることを目指しました。特に前置詞の場合ではそのエラーインフレクションの通りとなりました。これ、ということでトレーニングデータに多くエラーを入れると、グリューのスコアが高くなることが分かります。またこの、そのエラーインフレクションは複合モデルでは確認することができませんでした。以上になります。